環境連帯移行は、フランスの賞の一つ、持続可能な開発、環境政策、エネルギー及び気候、交通及び交通インフラ、設備、海洋並びに、海洋漁業及び養殖業を所管する。ジャンルイ・ボルロー2007年6月から2010年11月まで、エコロジー、持続可能開発大臣を務めた1971年1月、シャバデルマス内閣の下で、 ロベール・プジャードが首相付きの自然、環境保護担当大臣に任命され、環境省が創設された。2002年5月、第1次、ラファラン内閣の下で、環境省はエコロジー、持続可能開発省となり、ロズリーヌ・バシュロがエコロジー、持続可能開発大臣に任命された。2007年5月に、ニコラ・サルコジ大統領が就任すると、エコロジーと設備という、 歴史的に異なる二つの任務を統合した一大省庁を創設することが決定された。これには副首相閣の国務大臣を長とする一大省庁を創設することで持続可能開発担当副首相ポストの創設を規定したニコラユロの環境協定に対して署名したことを尊重する狙いがあった。こうしてアラン・ジュペが短期間国務大臣エコロジー 持続可能開発、整備大臣を務めた後、ジャンルイ・ボルローが、国務大臣、エコロジー・エネルギー、持続可能開発、海洋大臣を務めた。また、公共政策全般改正により、地方出先機関は、建国土局と地域圏環境、整備、住宅局に再編された。二0 1年十一月に、第三次、フィヨン内閣が成立すると、エコロジー・エネルギー、 持続可能開発、海洋省は、エコロジー、持続可能開発、運輸、住宅省と解消された。ボル・ローは、大臣職を退き、代わって、ナタリー・コシウスコ・モリゼが大臣に任命された。ただし、前任のボル・ロー及びジュペが有していた、国務大臣の職名すなわち、副首相格の処遇は引き継がれなかった。二0十二年五月に、フランスはオランド大統領が就任すると、 エネルギー政策が再び本省の所管となる一方で、住宅政策が本省の所管から外れ、エコロジー、持続可能開発、運輸、住宅省は、エコロジー、持続可能開発、エネルギー省となった。第1次、エロー内閣においては、ニコル・ブリックが大臣に任命されたが、第2次、エロー内閣が成立すると、2012年6月には、デルフィーヌバトに、 さらに2013年7月には、フィリップ・マルタンに交代した。現在のバルス内閣においては、セゴレーヌ・ロワイヤルが大臣を務めた。2017年6月21日の第二次、エドアル・フィリップ内閣発足時に、環境連帯移行賞に解消され、エリザベット・ボルヌが大臣に就任した。1960年代、第5共和政初代大統領シャルル・ド・ゴールは、国家再建のため、 国の現代化に取り組んだ。1966年、第3次、ポンピドゥ内閣において、エドガールピザーニが、設備大臣に任命された。設備省は、かつての公共事業、運輸省と建設省を統合したものである。前者が、アンシャンデチームにその期限を持つ、高度に、地方分散が進んだ組織であったのに対し、後者は1945年に設置された、非常に、 中央集権的な組織であった。こうして、設備省の投資支出は、国家の資本支出の3分の1以上を占めることとなった。1967年時点において、設備省は、土地整備、都市計画局と建設局の2つの部局と、地方レベルにおける県設備局で構成されていた。1967年12月の土地基本法により、設備省は、土地と、 都市計画を所管することとなった。1970年代、設備省は2 7 5 0 0トルに及ぶ道路の建設と都市計画の推進を担った。時を同じくして設備省は団地の建設、あるいはまた環境問題に対する配慮に関して初めて批判を受けることとなった。1978年、第三次バール内閣において、ミシェルドルナの,のが環境、 生活環境大臣に任命され、初めて都市計画と環境政策の統合が図られた。これにより、土地整備、都市計画局は、都市計画、景観局となった。しかし、1981年の政権交代のために、この組織は未完成なものにとどまった。第二次、茂ラワ内閣は、地方文献処方を成立させ、これにより、県設備局は、 県議会の管轄下に入り、道路のみが国の管轄下に残った。また、建築局は都市計画、景観局と統合され、建築、都市計画局となった。こうして、県設備局は、地方自治体のためにサービスを提供する機関へと変貌を遂げた。第二次、白落内閣においても、設備政策と環境政策が、 改めて統合されるなど、現代化の取り組みが継続された。1990年代初頭には、国と県設備局との間で、臨時職員制度が導入された。時を同じくして、都市政策という言葉が登場したが、大規模な都市計画は限られた用地を、根底から再構成するために、省の統制を逃れ、国のあらゆる政策を阻止しようとした。また、 ジョスパン内閣は都市連帯再生法の制定や建築都市計画局と住宅建設局の統合といった改革を行った。2003年に第2次ラファラン内閣は都市及び都市の再生のための方針及び計画に関する法律を成立させたが、これは都市政策における急激な変化を象徴するものだった。同法は 都市の再生における解体と建設を促進することとなった。時を同じくして地方文献は新たな段階に入り道路網に関する責任が県に移譲された。これによりおよそ3万人の職員が県間道路局に配置替えされた。2004年には住宅政策が設備省の管轄を離れるとともに翌年には部局の再編が行われ道路総局 海洋、運輸総局、都市計画、住宅、建設総局、民間航空総局、道路安全、交通局及び観光局が設置された。ドビルパン内閣においては、国土整備が設備省の管轄を離れ、設備省という名称は、もはや伝統を表すものでしかなくなっていた。1990年代初頭にはすでに提言されて、いたが、2007年からは、 県設備局と県農業、林業局が統合され、県設備、農業局が設置されるようになった。現在のバルス内閣において、エコロジー、持続可能開発、エネルギー大臣は以下の分野を所管する。任務の円滑な遂行のため、省の職員は以下の総局、局、中央専門部局、全国管轄部局及び地方で先機関に配置されている。 セゴレーヌ・ロワイヤル・エコロジー、持続可能開発、エネルギー大臣現在のバルス内閣においては、セゴレーヌ・ロワイヤルが、エコロジー、持続可能開発、エネルギー大臣を務めている。大臣は、中央行政機関、担当大臣、官房及び報道官をその権限の下に置いている。担当大臣も、また同様に官房を有している。エコロジー、持続可能開発、エネルギー大臣は、 以下の部局を権限の下に置く。学術専門ネットワークは1万6000人の専門家によるネットワークである。彼らは全国に配置され、都市計画、文化財やインフラの管理、道路開発、道路交通安全、環境、防災など数多くの分野に関与している。このネットワークは各団体の業務における研究と実践の連携を可能にしている。 全国管轄部局2014年1月1日に、ネットワーク、運輸、都市計画、公共施設研究センター、海洋、河川技術研究センター、運輸、道路、整備研究部及び8つの設備技術研究センターが1つの新たな行政的公施設法人に再編され、災害、環境、移動、整備研究、専門センターとなった。学校エコロジー。 持続可能開発、エネルギー省は管理要請のため5校の高学校を含む多数の学校を有している。これらの学校の多くは省の監督下にある高施設法人となっている。エコロジー、持続可能開発、エネルギー省は以下の地方で先機関を単独、または共同で監督する。地域圏レベルイルドフランス地域圏を除く各地域圏においては、 2009年3月3日または2010年1月1日から、それまでの地域圏設備局、地域圏環境局及び地域圏産業、研究、環境局に代わり、地域圏環境、整備、住宅局が設置されている。海外地域圏においては、この機関は、環境、整備、住宅局と称され、2011年1月1日に初めて設置された。 イルドフランス地域圏においては、地域圏、県管宿泊施設、住宅局、地域圏、県管設備、整備局及び地域圏、県管環境、エネルギー局が、エコロジー、持続可能開発、エネルギー省の所掌事務の実施に関与している。地域県管及び、県管レベル圏及び地域レベル圏国土局や県、国土、海洋局といった、県省管局も、また、 省の所管分野において活動している。これは海外自治体における設備局も同様である。県建築、文化宝部の後ろ身であり、地域県文化局に属する地域建築、文化、宝部は都市計画や建築の分野に関与している。その他の地域間轄部局エコロジー、持続可能開発、エネルギー省は上述の学校に加えて、 以下の公施設法人を単独、または共同で監督する。これらの法人は、かつての商工業的公施設法人で、現在は部分的に国の監督を受ける株式会社である。2014年度のエコロジー、持続可能開発、エネルギー賞の定員は34,486人である。エコロジー、持続可能開発、 エネルギー省に属する職員の職種には以下のものがある。ロックロール館に所在する大臣室大臣及び大臣官房はパリ7区のサンジェルマン王通りにあるロックロール館に所在する。省の中央行政機関はラデファンスに所在しトゥール・ボルテール、トゥール・パスカル、グランダル氏及びトゥール・エスプラナードに入居している。フランスでは百七十一年の創設以来、 環境を所管する省の名称及び権限は幾度となく変更されてきた。以下はかつての環境大臣を含むフランスのエコロジー担当閣僚の一覧である。2012年5月16日からはエコロジー持続可能開発エネルギー大臣と称されている。ありがとうございます。